はい、2年前ぐらいかな、M1 の、予選で見たときに、はい、これはしっかりと笑い取れる新しいパターンが出てきたなと思って、はい、感心してたんですよ。はいはいはい、はい、そう、それでもう初めてテレビでネタやらせてもらったのが倉本さんの番組でしたもんね。あ、そうなんすね。あの太鼓版やんな。そうです、へぇ、はいはい、笑い太鼓版。あ、そういう設定あったんですね。笑い太鼓版っていうその日テレの深夜の特番に、うん、あの僕と伊藤聖子が、はいはい、僕が面白いと思うまだ売れてない芸人さんを伊藤聖子に見てもらうっていう番組だったんですよ。その時の秘密兵器として出てもらったんですよ。うわうわうわ、あれ、そうか、あれ初めてか、もしかしたら。そうか、あれが初めてですね、テレビでやったのが。もうその、うん、はい、その番組の直前まで神奈月の手伝いさせられてて呼び捨てか、呼び捨てか。本当に初テレビなのに本当にクタクタな状態で出て、そうなんですね。生放送だったんですよね、夜中の。そう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 、うん、でもなんかそれでやっぱり面白いなと思う人が増えたかなと思うと、なんか良かったです。なるほど、あの時もありがとうございました。売れました、売れました。はい、じゃあ一問目いきましょうかね。行きましょう。ぜひぜひ、はい、はい、もうね、大喜利をね、お待ちになってる方いますからね、早く答えさせてっていう人が、ね、はい、こうやってね、こうやってくじ引きのように引くんですよ、こうやってね、くじ引きね、うん、引きまして、はい、そうですよ、出ましたね、はい、はい、はい、これを僕が読んで、どんなお題なのか、はい、はい、はい、あ、長田先生です。あ、漫画家のね、長田裕子先生とかもね、あ、見に来てくれてて、そうなんですよ、うん、参加いっぱいしてくれてるんでね、うん、まあ、その人のお題です、はい、じゃあ行きましょう、はい、一富士二鷹三なすび、うん、ではワースト1は、ちょっと待てよ、はい、あ、はいはいはい、一番下ってことですよね。なるほどね、1が富士、2がね、うん、そうかそうか、これちょっとあの、調整しますんで、はい、わかりました、はい、質問タイム行ってください。はい、その間に質問タイム行かせていただきます。ありがとうございます。もうどしどしと質問をいただいております。はい、じゃあ行きましょうよね。はい、どしどし行きましょう。じゃあ、はいはい、道家さんからの質問です。はい、尊敬している芸人さんは誰ですか。一番尊敬いやでも海原安代透子さんですね。おお、あ、そうなんですか、うん、それどういったところが。そうです、なんか修学旅行の時に大阪とか京都の方行ったんですけど、うん、はい、その時にホテルで初めて安代智子さん見て、はい、それでお笑いかっけーと思って目指した。あ、じゃあ芸人になったきっかけとなったのがそこだったんですか。はい、はい、そうです、そうです。そうなんですね。そうなんですね。はあ、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 もってその、その衝撃を受けてもすぐもう芸人の世界に入ろうと思ったんですか。いや、私ずっと子役やってて。あ、え、あ、そうなんですか。そうなんですよ。小学生の時からずっと子役をやってまして、へーへーへー、そう、それであの高2ぐらいまでやってたんですけど、そのと、うん、なんか100人に1人ぐらい演技の才能が全くないまま生まれてしまう赤ちゃんっているらしいんですよ。初めて聞きましたよ。何ですかその100人に1人演技ができない。そういうふうに言ってて、残念ながらその100人に1人の赤ちゃんがお前だって言われた。初夢でいいとされるのは一富士二鷹三なすび、では最悪とされる100番目は100何 100泥だらけピットブル。ピットブルって何だっけ。ピットブルってあれでしょ、 お酒、お酒、ピットめちゃくちゃ強い狂犬ですね。あ、狂犬か、犬の種類ピットブル。犬の。あ、でもいいよ、うん、動物の意味やねんけども、うん、めちゃめちゃ泥だらけやねんやろ。ああ、消えた消えた。大丈夫か。泥だらけっちゅうのかな。戦った後っぽいっすよね、ピットブル。なあ、それちょっと演技悪そうやな。はい、確かにな。あ、ニワトリ。はい。はい。もう一個ですね、うん。いいですよ。でもやっぱりね、キーワードがね、なんかやっぱ面白いですよ。うん。うん、そんなところを持ってくるっちゅうのも、ね。変な緊張あるな、これ。それ、あの、心でつぶやいてください。心でつぶやいてください。頑張って行きましょう、行きましょう。初夢でいいとされるのは一富士二鷹三なすび、では最悪とされる100番目は100何、はい、左右のみりかこ。その夢嫌やな。りかこさんは左右のみですよ。左右で
はい。あれを本当によりかけ、これはキープです。キープです。なんかとりあえず夢占いネットで調べちゃいそうですね、これは。キープです。どういう意味なんだろうつって。理科子左右で。面白い。これキープやな。はいはいはい。そうそう、そういうのですよ、やっぱり夢で見そうなことで、ね、そうですね、これはなんかもうパワーないぞと。そうですね、この夢、今の夢めっちゃパワーないもんな。そうですよ、リカ子さんと左右なんてもう真逆のとこにあるようなもんですよ。それはそれはかなりランク低いわ、この夢は。演技としては面白いな。めめさん、はい、二日酔い。あ、二日酔いのね、うん、二日酔いの夢。夢なのかそれ。うん、まあ、でも月なのかみたいなね。でも正月はやんじゃん。あら、おおお、ゲストが来たね。ゲストゲストがね、すごい今ね。はい、これ新しいやつ。猫、はい、あ、猫、はい、新しい評価。猫、ね、私も画面から倉本さんしか見えてないんで、はい、そうそう、思いっきり猫来たの今。でっけえホコリが現れたのか。いや、ホコリじゃねえです。でっけえホコリ、猫上がってきた。うん、あのね、鯉のぼりの匂いを嗅いでんですよ。めちゃめちゃ X 売ってんねんけども、X だらけになったぞ。おい、初夢でいいとされるのは一富士二鷹三なすび、では最悪とされる100番目は何？かさぶた煮込みラーメン。絶対嫌だ。絶対嫌ですわ。はい、絶対嫌ですね。もう今もう背筋がううってなりました。はい、最後私になるんですか？いや、そんなことないけどね。いいタイミングやったからね。はい、そうそうそう。はい、ニワトリです。はい、ニワトリです。いや、やっぱりね、その、うん、答えがね、いちいちね、発明になってますわ。うん、ああ、なるほど。うん、はいはい。そこだけで面白い言葉を出してくるから、うん、まあ、滑りにくいよね。さすがに。うん、褒めてんねんね。いいですね。褒めてんねんね。照れてるみゆきさんもいいですね。そう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 。いいね、だからそのお題のパワーをそこまで借りなくても面白くできるっていう力があったりする、ね。なるほどなるほど、うん。ワードセンスってやつですね。ワードセンスですね。はい。はい、それでは質問タイム、はい、いきます。くまちゃんさんからです、はい。おすすめのおつまみは何ですか？うん、あの、全然関係ないこといいですか？はい。はい。あの、ちょっと今、家にいる時間が多いじゃないですか。はいはいはい。なんでちょっとあの、アート作品作るのにハマってて。ほら、アート、アートって言ったらもう倉本さんですよ。タバコアートっていうのを今やってるんですけど。はい、ちょ、わかりました。ちょっと待ってくださいね。今ね、倉本さんね、お題書き終わったら見てくれると思うんで。あ、そうですか。アート、アートがね。いやいやいや、そう、見たいそうです。見せてくれ。あ、今すぐ見たい。ああ、まだ吸ってないやつだ。いいね。はい、もちろんそうです。はい、これいいじゃないですか。電波全然ないっていう。そうですね。テーマが、うん、やっぱりそのこれぐらいのこれぐらいの電波の弱さで止めてるのが息やね。なるほど。うん、息っていう評価か。池の水全部抜いてみた番組視聴率 30% 超え、一体何が？全然抜けなかった。初めてじゃないですか。ずっと水が。これはドキドキして見ちゃいますね。抜きます。全然抜けない。そうそう、これはね、抜けへんぞ、抜けへんかったぞ。ああ、もう一回、俺も再放送見るぞ、抜けへんかったぞ。キープ。ああ、抜けないことあるんですね。いいですね。あ、いいですね。いいですね。ちょっと一発目の答えじゃなかったなっていうような。あ、そうそう、そうなんだね。もうちょっと待って言うても全然いけてたよね。そうそうですね。なるほど。そうそうそう、みんなが答えを出しにくくなる、うん、もうあの答えの答えみたいなこと。なるほど。いいですよ。ちょっとそうですね。でも何でもいいんです、はい、本当にね。うん、面白おかしく、間違ってもらえばいいんでね。池の水全部抜いてみた番組視聴率 30% 超え、一体何が？そこの市長に叱られた。勝手にやったってことやな。なるほど、許可なくね、うん、集められて許可なくやっちゃったんですよね。ちょっと、はいはい、しかもそれを流してるわけですもんね。生放送ってことかな。ニュース叱られてるところな、うん、はー、はいはい、いいですね。なるほど、面白いですよ、はい、新しい展開やとり、はい、池の水全部抜いてみた、うん、番組視聴率 30% 超え、一体何が、うん、すっげえちょけた人の家。ちょけてますね。あ、すごいちょけた人の家です。なんか あんたが主役みたいなね、助けですもんね、これね。そういう系統でしょ。それは家やでよ、分かったな。本当ですよ。はい、
ちょっと白黒なのかな、家。多分それでは数字取れへんからね。そうですね。ひよこ。ひよこ。まあ、びっくりはしますけどね。池の水全部抜いてみた。番組視聴率 30% 超え。一体何が？四国にキャンディーの雨が降ったという緊急速報が流れた。上にね。パーンパーンつって。君あの意外と字綺麗やな。そうですね。お習字はね、習っていましたね。ああ、そうなんですか。お習字からの。その意外性はいいと思うわ。ねえ、いいですね。それも含めて鶏。お、池の水全部抜いてみた。番組視聴率 30% 超え。一体何が？あ、できました？はい。いきますか？お願いします。あ、ごめんなさい。今、あの、大喜利の答えじゃなくて、うん、今日スーパーで買うもん買いに行きました。いいね。面白。ね、キープ。あ、キープだ。いや、まあ、みゆきちゃん的にもキープはしなきゃいけないですけどね。買わなきゃいけないですもんね。忘れないように。ね、忘れない、はい、それキープしといてください。便利使いされたね。ねえ。あのホワイトボード、うん。でも、とっさにメモ欲しい時ありますからね。あー、忘れないうちにっていうね。そうですね、ちょうどよかったです。で、はい、携帯も今使ってますもんね。いや、ナイスですよ、うんうん。番組の流れと違うことやってくるっていう ね。ありがとうございます。うん、そうそう、それは大喜利のですから。うん、ね。そうですね。フリートウォッチですからね、これね。しっかりと、しっかり落としてくれましたよ、はい、これ。